原則共同親権とは程遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、深刻な DV をも埋もれさせてしまう恐れすらあるのです。共同看護計画作成の義務付けこそが共同親権制度の肝なのです。衆議院の法務委員会で可決される前ですね、法務委員会で参考人として意見陳述をしています。その時に喋った原稿がありますので、これをちょっと再現したいと思います。私が今回の法案についてどう思っているか、どう考えているかについて、まあ、お分かりいただけるじゃないかなと思ってお話しますね。今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りで、共同親権も選択可能にというのが正解です。この法案は海外に向けて我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味があるのかもしれませんが、これは皮肉です。原則共同親権とは程遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、まやかし共同親権法案です。ではまず、そもそもなぜ原則共同親権とすべきなのかについてご説明します。説明の弁義上、大部分の子どもや親に当てはまる理由や事情についてお話しします。これまで我が国が採用してきた離婚後単独親権という制度は、子どもも親も不幸のどん底に突き落とす、とんでもない悪法です。子どもは親が離婚すると、それだけで大きな悲しみを味わいます。のみならず、単独親権の下では親が離婚すると自動的に大好きな親を一人失います。それに連なる祖父母、親戚までも全て失います。子供にとって、双方の親から、双方の祖父母から、親戚の人たちから、日常的に愛情深く重層的に見守られながら成長することが極めて重要であり、そもそもそういう生活を子供は望んでいます。子供はパパにもママにも父ちゃんにも母ちゃんにもしょっちゅう会いたいんです。離婚後単独親権制度はこうした当たり前の幸せを奪うとんでもない悪法です。子供は無力であり、両親の離婚は止められない。だから両親と一緒の生活はできないけれど、せめて日常的に2人の親とそれぞれ一緒に生活する時間を十分に取ってあげなければいけない。それが社会の義務であり、国の義務です。これまでのように、例えば母親と一緒に暮らす子供が、父親とは一月に1回監視付き面会交流施設でしか会えないなどというのは、子供や父親の人間性を無視した間違った制度です。離婚後単独親権という制度は、この幸せと成長の機会を同時に奪うとんでもない悪法なのです。加えて、例えば親権を獲得した母親は、自分が嫌いになった元夫に我が子を会わせたくないと考える。そのため、父親と会ってきた我が子が楽しそうに父親について語ると、顔を曇らせ不機嫌になる。子は母親の感情を敏感に感じ取り、父親の話をしなくなるばかりか、まもなく大好きだった父親に会いたくないと言い出し、父親を嫌悪し、激しい誹謗中傷を繰り返すようになる。これが片親阻害症候群で、一緒に暮らす母親の愛情を失わないための子どもの生存戦略です。気の毒としか言いようがありません。こうした中での子どもにかかるストレス、子どもに及ぼす悪影響は計り知れないものがあります。では親にとってはどうでしょうか。単独親権制度では、離婚すると必ず一方の親は愛する子を失い、それに連なる祖父母は大切な孫と二度と会えなくなります。それによる悲劇は全国各地で起き、子どもに会えない絶望から自殺される事例も少なくありません。弁護士をしていれば、子に会えない親、孫に会えない祖父母の嘆き悲しむ姿に心を痛めたことのない人は少ないでしょう。そのため、必然的に親権争いは苛烈となり、父親と母親はそれぞれ本来全く不要なはずの多額の弁護士費用を支払うことになり、儲かるのは弁護士だけという馬鹿げた事態を生んでいます。不心得な弁護士はどこの夫婦にもある、取るに足らない程度の夫婦喧嘩でさえも DV があったと主張し、 DV 主張合戦に発展することも多い。それが親権獲得のための法的テクニックであるとか、虚偽 DV 訴訟と言われて社会問題化しており、我々弁護士が実感するだけでなく、裁判官も異例の指摘をするに至っています。資料をご覧ください。このような事態は、現に世の中に存在する救済が必要な深刻な DV をも埋もれさせてしまう恐れすらあるのです。つまり、子にとっても親にとっても人間性に反するとんでもない悪法が離婚後単独親権制度です。これに対し、離婚後も父親と子供、母親と子供がそれぞれ交流の機会を十分に得られる
離婚後共同親権制度は人間として当たり前の制度であり、先進欧米諸国では早くから単独親権の非人間性に気づき、共同親権制度に移行して30年、40年と運用実績を積み重ねています。海外の映画やテレビドラマを見れば、父親、母親、子供、双方の祖父母、父親、母親の再婚相手など、それぞれ当然の制度として受け入れ、社会に浸透していることがわかります。日本で一部主張されているような共同親権になれば、元配偶者による暴力が防げない、子供の虐待につながるなどという実態はありません。この主張は、日本人だけが共同親権制度の下では元配偶者による暴力を防ぐ制度設計ができない無能な者たちであると言っているに等しいものです。他方、日本では両親の離婚後に両親の恋人や再婚相手から子供が虐待され死亡にまで至るという悲惨な事件が後を絶ちません。心に問題を抱えた母親が単独親権者となり子供に手をかけてしまった事件さえあります。資料2をご覧ください。これらの事件は共同親権制度の下で父親による日常的な見守りがあれば早い段階で子どもに対する虐待の痕跡などを発見することができ、未然に防げた可能性も高いと考えられます。では共同親権とすべきとの立場から、この法案がいかに骨抜き法案、まやかし法案であるかについてご説明します。そもそも政府が共同親権の検討を法制審議会に促したのは、国際結婚でのこの連れ去り問題で日本が国際社会から子どもの拉致国家という不名誉極まりない非難を繰り返し受けたことが契機です。国際結婚で海外に移住していても長年にわたる悪法、離婚後単独親権に慣れきった日本人の妻は夫と別れたいと考えると全く罪の意識なく突然子どもを連れて帰国し、居住国の司法当局から拉致誘拐犯として逮捕状が出され国際指名手配を受けることになります。これは日本人の妻が悪いのではありません。長年の悪法により国民を洗脳し続けた法律の問題です。日本はハーグ条約加盟国ですから、こうした場合に直ちに子供を元の居住国に返せば何の問題もないのですが、日本はハーグ条約の国内実施法に巧妙かつ不合理な抜け穴を用意し子供を返さない。その抜け穴とは、子供を連れ去った者が連れ去られた者から暴力などを受ける恐れがある場合には子供を返さなくてよいという返還拒否事由です。この規定を潜り込ませ、日本の裁判所がこの恐れを簡単に認めてしまうためにこう返さないのです。資料3をご覧ください。これはハーグ条約にはない条項です。ハーグ条約では DV との関係でいうと、子どもが虐待を受ける重大な危険がある場合しか引き渡しを拒めないのです。当たり前です、当たり前です。なお、この抜け穴条項の暴力等には、子どもに心理的外傷を与えるような暴力等というもっともらしい限定がついていますが、この限定は日本の裁判官には判断不能で、結局このような恐れを裁判所が簡単に認めてしまい全く機能しませんでした。そのため拉致された子どもを返そうとしない日本は子どもの拉致国家という極めて不名誉な非難を浴びることになったのです。連れ去った者に対する暴力の恐れがある場合には、例えば警察の助力を得るとか、親族などの第三者が元の居住国に子どもを連れていくとか、あるいは連れ去った側に日本に迎えに来てもらうなど、工夫次第でいかようにも対応可能であるにもかかわらず、返還拒否事由に強引に入れてしまっています。不合理極まりない。これは女性を暴力から守るという誰もが認める大義名分を必要以上に過度に強調することで、本来の立法目的を歪めてしまった例です。このハーグ条約骨抜き条項と全く同じ条項がこの法案にも潜り込んでいます。それは何かというと、この法案によれば、例えば母親が自分だけを親権者にしてほしいと主張し、父親が共同親権にしてほしいと主張するケース、そういうケースでは裁判所がどちらかを決めるのですが、その判断基準に父母の一方が他の一方から暴力などを受ける恐れがあれば単独親権とせよという規定があるんです。もっとも、共同親権にするとこの利益を害すると認められるときとの限定条項がついていますが、これは裁判所には判断不能で、これはハーグ条約骨抜き条項と全く同様、歯止めには 100% になりません。これは単独親権誘導条項とでも言うべきものです。
母親が父親から暴力などを受ける恐れがあれば、子どもの受け渡しは親戚などの第三者に任せるとか、第三者機関を使う、場合によっては警察の助力を得るなど、工夫次第で防ぐことは十分可能です。にもかかわらず、女性を暴力から守るという大義名分を過度に、不必要に強調することで、共同親権制度を骨抜きにするものです。ハーグ条約ではそもそも、ハーグ条約加盟絶対反対という活動家の方々がおられ、その方々の強力な工作によって意図的に国内実施法に抜け穴が作られましたが、この法案の場合も共同親権絶対反対という活動家の方たちの強力な工作によって、この骨抜き条項、単独親権誘導条項が設けられています。そしてこの単独親権誘導条項を含めた法案全体にはびこっているのは、あるとんでもない誤った認識です。それはそもそも共同親権制度は仲の良い元夫婦間でしか機能しない、フォーカットのすごく仲の悪い元夫婦間では単独親権が良いという認識です。この誤った認識が原則共同親権の実現を阻んでいます。しかし、かなり仲の悪かった夫婦でも知恵と工夫次第で円滑に共同親権を行使できる制度を設計することができます。そしてそれこそがこれまで親の離婚によって取り残されてきた子どもの福祉にかなうのです。欧米に良い模範となる国が数々あるのですから、制度設計は実に簡単です。我々民間法制審議会は欧米の専門家も委員に加え、以下のような共同親権の制度設計を行い、改正条文案も作成しました。 1. 未成年の子どもがいる夫婦における離婚の届出にあたっては、共同看護計画の提出を義務付ける。その際、子どもの進学先などで両親の意見が異なる場合の決定方法をあらかじめ決めておく。2. 未成年の子どもがいる夫婦の離婚にあたっては、両親に離婚による子どもの心身に対する影響や子どもを傷つけないために注意すべき言動などについて学ぶためのガイダンスの受講を義務付ける。 3. 共同看護計画の作成やその変更などについて、両親の協議が整わない場合に気軽に利用できる ADR を整備する。 4. 子どもを傷つける恐れのある親とこの交流にあたっては、監視付き交流施設の利用を促す。 5. 元配偶者に対する暴力などの恐れがあると懸念される場合に、共同看護に必要なこの受け渡しにあたっては第三者機関を利用し、場合によっては警察の助力を得る。共同看護計画の義務付けに関しては、共同親権制度を中身あるものにするために極めて重要であると認識しています。共同看護計画というのは、離婚する夫婦が行う子どもの養育に関する取り決めのことです。私たち民間法制審議会は、離婚の際に共同看護計画を作成し、これを離婚届に添付することを義務付ける制度を提案しました。共同看護計画の作成は他の先進諸外国では当たり前の制度ですが、我が国ではこれまで存在しないどころか議論さえほとんどされませんでした。残念ながら今国会では我々の案は議論の俎上にさえ上がっていませんが、共同看護計画作成の義務付けこそが真に子どもの利益を第一に置いた共同親権制度の肝なのです。考えてみてください。我が国の協議離婚制度は、夫婦が署名押印しさえすれば紙切れ1枚で簡単に離婚できてしまうものです。裁判所も含め誰もが離婚の際に一番重要なのは子どもの幸せだと口にします。にもかかわらず、離婚の 90% を占める協議離婚が子どものことなど何ら決めることなく紙切れ1枚でできてしまうなんて、これほどの矛盾、理不尽はありません。今法案でこの共同看護計画作成に関する条項が一切盛り込まれなかったことは、私たち民間法制審議会だけでなく、広くこの問題に関心を示しておられた国民にとって痛恨の極みです。願わくばこの法案が成立し施行された後の実施状況に鑑みて、改めてこの共同看護計画の作成義務付け、その導入について議論していただきたいと強く希望しています。ちなみに我々民間法制審議会の案では、例外的に単独親権にする必要がある場合、これはハーグ条約で言えば子が虐待を受ける重大な危険がある場合などに該当するのですが、その場合には現行に規定されているものの現在ほとんど私文化している親権喪失または親権停止の規定を積極的に活用することで対応することとしています。親権喪失や親権停止に該当する自由もなく、
ただ離婚しただけで親権が奪われる現行制度の制度としてのバランスの悪さ、これもこうした制度と運用で改めるべきものです。いずれにしても最初に申し上げた原則共同親権こそがこの幸せのために、親や祖父母などが人間らしく生きるために取り得る唯一の制度であることをご理解ください。そして離婚によって親子の絆まで断ち切るという愚かな行為をもうやめ、本当の意味でこの幸せを一番に据えた民法改正をお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。